高校サッカーチャンネル始まりました、今日も引き続き青森山田高校出身で現在は名古屋産業大学のサッカー部に、在籍していらっしゃる桃井裕介さんにいらっしゃっていただきました。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では今日前回はあの青森山田高校の雪中トレーニングとかもうこう大変な、まあ、トレーニングについていろいろお聞かせいただいたんですが、今日はですねあのチームメイトで今はあのヴィッセル神戸 J1 のヴィッセル神戸 の活躍している、合計選手についてあのお伺いしたいと思います。合計選手の高校時代はどんなだったかということでお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、合計選手とは、桃井さんはあの同級生でいらっしゃいますよね。彼と最初に会った時っていうのは、まあ、どういう印象だったですか。第一印象は結構気さくに話しかけてきてくれるタイプだなっていう印象が、でどんな感じの人なんですか、性格っていうか。性格はそうですね、結構まあみんなと話し合って笑い合うのも好きなタイプで、うん、結構まあいろいろ喋ったりしたり、あとはもう真面目な印象があります。な、本当じゃあ気さくになんかおしゃべりする普通の高校生っていう感じですか、素顔として。そうですね、うん、で真面目にこう取り組んでるって、うん、そうですね。でどうでしたか、プレーはこう初めて見たときはどうだったんですか、当時は。ですね、やっぱそのまだ初めて見たのが違 もう先輩の方のカテゴリーの処遇してたのを僕がちらっと見て、うん、はい、でまあ噂でもうまいっていうふうに聞いてたんで、はい、っていう、まあ、処遇が印象ありますね、一緒最初に。ああそうだったんですか。でこうどうですか、彼がやっぱだん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 なんかこう、まあ、最初からうまいって聞いてたと思うんですけど、なんか順調にこう右肩上がりで伸びていったのか、なんかある時からぐっとこううまくなったなっていうか、すごい人になっちゃったなっていうか、そういうなんか成長の具合っていうのは傍から見ててどうだったんですか。いやもう最初からズバ抜けていた印象ですね。もう最初から上手くて、はい、のなんか高いところずっと行っちゃったっていう、なんかそういう感じなんですか。でもそういう選手を見ててなんか取り組み方っていうか、トレーニングの取り組み方とか、はい、考え方とかってどういう感じの人だったんですか、合計選手は。やっぱり手を抜かないっていう印象が強いですね。なるほど、手を抜かない、はい、もう何事にもっていうことですか。そうですね、うん、そのでも皆さんだって手抜かないと思うんですけど、そのなんか手を抜かなさのレベルがやっぱ違うんですか。やっぱりでも何なんですかね、やっぱみんな手抜いてはないんですけど、うんうん、それにうまさが伴ってるって感じですねめちゃくちゃ。ああそうなんですね。なんかでもどうですか、隠れてみんなか一人で こそ練っていうんですか、そういうのなんか、はい、自主練っていうか、はい、そういうやっぱ練習量も質もなんかあったりするんですか、やっぱ人と倍やってたとか。実はいやでも4人部屋でそういうこそ練とかはあんまりもうみんなやりに行くんで、うん、みんな、うん、って感じですね。でもまあずっと上のカテゴリーにいた人なんで、はい、うん、やっぱりちょっとそこはまだ分かんないんですけど。ああなるほどなるほど、はい、なるほど。じゃあなんかこう最初からすごかったとなるとなんか分かんないですね、なんかどのポイントでこうブレイクっていうか、高校サッカー界でも敵なしみたいな感じだって無双よく言うじゃないですか、はい、無双状態だったんですか。あれです、なんか何でもできるっていうイメージがあって、サッカーにおいて、はいはい、走れてボールも蹴れてヘディングもできてみたいな、うん、結構何でも
できる選手で、うん、やっぱり自分が結構印象に残ってるのが、はい、雨のプレミアリーグの、はい、僕が見てて、うん、その雨のピッチ、結構雨降ってるところで、はい、ワンバンのボールが来た時に、はい、その相手の選手の真後ろを一回も見て、そのトラップして次の動きに行ったのを見て、はい、それが普通ここで顔後ろを見てボール触ってこっちに逃げれへんやろうなみたいな感じで見ながら印象に残っているのが今でも覚えてます。ああ、そうなんですね、はい、だそういうのをなんか 見て森選手もなんかこう俺もこうなんか頑張ってやってやろうみたいなっていうふうにはならないっていうか、もうなんか次元が違うような感じなんですか、やっぱり。いや、でもそのシュート練習とかで一緒にやったりするときとかはやっぱりその本数とかでは負けたくないっていうのはありましたね、うんうん、あ、そういうそこの部分はなんとか努力すればできますもんね、はい、その日によるんでそうそうです。でもなんだろう、こう豪華選手の中、例えば、まあ、ピッチの外とかではお話しする機会とかも多分桃井さんあったと思うんですけど、結構はい、そういう時になんか彼の考え方とか、なんかそういうのを感じさせるようなことってなんか話していて感じたことあります？あ、そういうものの考え方するんだっていう。いや、まあでもそのなんていうんですかね、プレーサッカーの時のオンとそのオフの時の顔は全然違う、表情とか顔つきがもう全然違う人なんで、うんうん、やっぱそういう話をしなくても見てるだけで、うんうん、やっぱりやらないとなっていうオンとオフとかメリハリついてる選手なっていう、ね、うん、だからどうですか、ゴーケ選手はその辺はなんかこう周りに対しての働きかけとかってそういうのはどうだったんですか、チーム。やっぱり、うん、結構、まあ、声も出して、うんうん、見たと思いますし、うん、やっぱそのプレーで見せてくれるっていう風に感じでしたね。なるほど。こうなんかそのチームの戦う意志というか、なんかそういう、こなんなんつうの、闘争心っていうんですか。やっぱ一番激しく言っていたのかなっていう、ボール回しとかでも一番厳しめに言っていたのかなっていう印象ありますね。あとはどうですか、コミュニケーションっていうのはやっぱピッチの中で、まあピッチの外では気さくに話してくれるっておっしゃってましたけど、はい、どうですか、試合中とかそういうピッチの、まあ、そういう中でのコミュニケーションっていうのはどうだったんですか、彼は。いや、そうですね、自分があまりそんな一緒にやってないんですけど、うんうんうん、自分のイメージはやっぱりもうその、まあ、サッカーだけの話っていうか、その状況の話、うん、とかを、うん、しざるを得ないぐらいの雰囲気持ってたっていう。ああ、そうなんですね。その話をせざるを得ないような雰囲気、ね、その、うん、オンの雰囲気を持ってたんで、まあ、それは自分もオンの雰囲気持たないと同じ熱量でサッカーできないなっていう。ああ、そうなんですね。なるほど。